小渕内閣は、衆議院議員、外務大臣、自由民主党総裁の小渕恵三が、第84代内閣総理大臣に任命され、1998年7月30日から1999年1月14日まで続いた日本の内閣である。小渕恵三首相によって組閣された内閣のうち、この最初の内閣だけが自由民主党単独与党の内閣であった。 また、2020年現在、単独政党による政権はこの内閣が最後となっている。内閣官房長官にオブチ派の野中博文を据えて、体制を固めた。経済の再生を最優先課題に掲げ、首相経験者である宮沢貴一を増唱、評論家の坂谷大地を経済企画長長官に、起用、また、総裁枠として、若手の野田聖功を、 郵政省、元東京大学総長の有馬昭とを文章に抜擢した。外相は、河村正彦を起用した。また、大倉省出身の宮下総平と、柳沢白を交渉と国土庁長官に配した。1998年の自由民主党、総裁選挙で名誉の小泉純一郎ではなく、小渕を押した、山崎拓が、会長の山崎派からは、甘利明と、 関や勝継の二人が、労働大臣、建設大臣で入閣し、同選挙で、梶山清六を応援した、与謝野薫は、竹下登の後押しで、通産省で入閣している。この内閣から、政務の内閣官房副長官が二人になり、衆議院からは、鈴木宗夫参議院からは、上杉光弘が就任した。自由民主党幹事長には、 早稲田大学郵便会 OB の仲間でもある森吉郎を起用した。臨時国会の最終日の10月16日に防衛庁調達実施本部配任事件があり、参院本会議に防衛庁長官のぬかが福首郎の問責決議案が提出された。可決され、参院で不信任された閣僚が参院で、答弁に立つことは認められないという理屈から、ぬかがは、 おぶち首相に辞表を提出した。ありがとうございます。